さあ続きです。ここでようやく真実にたどり着いたような感じがあります。裁判長、答えは一つしかありません。証人はトランクの傷を見たことがあった。なぜなら、死体を入れたからです。傷を見る確実なチャンスが一つだけあります。それはもちろんトランクをこじ開けて死体をしまうときです。はい、被害者の死体をトランクに隠したのは向井聡子さん、あなたなのではないですか。はい、そんな私、そんなこと、あの囚人服の方です。だってあの方が、そんなはずはないの。もしお涙さんが死体をしまったのなら車のキーを使ったはずよ。こじ開ける必要が全くないんです。でも盗難車だったのでしょう。信号待ちしていたカップルから取り上げた盗難車よ。つまり車にはキーがついていたの。そうだったの。傷のこと教えてくれてありがとう、向井聡子さん。おかげで立証できたようね。死体をトランクに入れたのはお涙みちるではありえない。よし、わけがわからんがこれしかない。真実はっていうか、もう一個真実がある。おそらくこうだろうというのがもうすぐ出てくるでしょうね。バカな、この証人が死体を隠しただと。それならば彼女の撮影した写真はどう説明するのだ。死体を入れることができるのは事件が起こった時しかない。その瞬間彼女はこの写真を撮っていたはずだ。違うね。今がチャンス。一気に攻め込むの千尋、それはどうかしら。ケンジさん、難しく考える必要はありません。この写真、シャッターを押したのは彼女とは限らないのです。タイマー、彼女のカメラ、これはもう偶然とは思えません。タイマー撮影ができて三脚までついています。ですよね。まるでこの写真を撮るために用意されたように。それでは弁護人はこう主張するつもりか。事件が起こった時彼女は草原にいなかったと。写真が自動シャッターで撮影された以上、当然彼女は別の場所にいたことになる。そうです、草原にはいませんでした。どうやら弁護側の考えを聞く必要があるようです。いいか、ここは重要なポイントだ。事件が起こった時彼女がどこにいたか、それが分かればお嬢ちゃんの正体もはっきりするだろうぜ。うん、それでは示していただきましょう。あー、ドキドキするな。多分そうやと思うんですよね。橋の上で事件が起こった時、向井聡子さんがどこにいたか。ここやんね、あの帽子、そしてマフラーね、あの状態を自分を撮らせた。おそらく自分のカメラにで、間違いないと思う。だってもうまずこの位置関係がまず変やし、今までのことを考えるとね、ここにおったっていうこと、 まず僕は最初こっから撮ったと思いましたから、こっちから撮ってるなんてのはまずおかしな話で、この関係、奥に被害者っていうのがまずおかしいから。で、車が見えたっていうこととか、まあもちろん車見えただけじゃなくて、この車にアクセスできる位置、これしかないと思う。もちろん証人はここにいたのです。そこは被害者宮野裕樹さんが立っていた場所ではないですか。そうです。静粛に弁護人、あなたは一体よろしいですか。裁判長、被告人は橋の上で被害者と別れた後車で逃走した。はい、でもこれでは被害者がトランクに入ることは不可能です。つまり誰かが死体を入れようとしたら、被告人が被害者と会うよりも前しかないのです。バカな、お涙は実際に被害者と会っている。この状況で被害者を殺害して死体をトランクに入れられたのはお涙みちる以外にありえない。違う、まだわからないのかしら。三塁健二、目撃写真が撮影された時もう被害者は殺害されていた。その写真に写っているのは宮崎祐樹ではないのです。
何をバカなことを。それならばこの写真に写っている被害者は一体何者なのだ。決まっているでしょう。そこの証人ですよ。何ですと。それしか考えられません。お涙さんが橋の上で会ったのは宮城勇気ではなかった。向井聡子さん、あなただったのです。私、事件があった時、五道さんには小雨が降り霧も出ていました。お涙さんは目の前の人物を宮城勇気さんだと思ったのです。被告人お涙みちるは宮城勇気をよく知っている。何しろ自分の死刑判決を決定づけた証人なのだから。それは5年も前の話です。被告人は宮城勇気の顔を忘れていたのです。バカな。証拠があるとでも言うのか。あるわ。あの証拠品がそれを立証している。お、お涙さんは事件当時宮城勇気の顔を忘れていた。そうや、そうや、これや。目印に白のマフラー用意や。ですね。で、ちなみに相談、今度こそ伝える、すべて世間に公表する。すべてがつながるな、ここでね。そうやな、まあ何を公表するかとかは全然わからないですけど、目印に白のマフラー用意やから、顔を忘れていたということでいけるはずですけどね。どっち、マフラー、このマフラーはやっぱ青と白はもう間違いないのかな。どっちでもいいと思うけどな。ちょっと待ってさ、一応確認して。大学生おぼろ橋の写真を撮影した、お涙の死刑判決を決定づけた証言者、23歳、19歳。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。一応23歳、19歳。ちなみに相談、5年前19歳、5年前14歳。もう間違いないね、間違いないですね。5年前の事件でアコ捕まってたのは宮崎ちなみで、ほぼ間違いはない。よし、行こうか。まずこれ行こうか。これは間違いないと思います。お涙さんは被害者の顔を忘れていました。だから目印が必要だった。このマフラーが、あ、マフラーでもよかったっぽいか。あ、マフラーはお涙さんの指示で用意されたものでした。被害者が残したメモがそれを立証しています。つまりマフラーをしてきてくれないとわからない可能性があった。つまり指示通りのマフラーをしていれば、たやすく宮崎勇気になりすますことができたのです。しかもおそらく姉妹やから、こいつと勇気は、だから顔は似てるから。さあ、いかがかしら、向井聡子さん。くー、キャー、あれ倒れた、倒れたね。芝居か、てんめえ。それであの向井聡子さんは控え室に休ませてある。ぬー、む、向井聡子のやったことははっきりしている。トランクに死体を隠して被害者になりすまし、偽の目撃写真をでっち上げた。でもその目的自体が何かがわからない。なぜあの子猫ちゃんはそんなことをした。決まってます。彼女こそが真犯人だから。ただその動機まではわからんね。とにかく向井聡子さんの意識が戻るのを待ちましょう。それまで審理は中断します。検察側、弁護側とも控え室で待機しておくように。わかりました、了解した。うわ、これはでもマジでわけがわからんな、むずい。それでは審理を中断します。いやー、相当むずいね。これ、この事件きっかけでさらに発展して、その次の半年後、そしてその半年後までつながるんで、だから、4年前、
4年前ですね。5年前、今回の事件、そして半年後、さらに半年後、全部繋がってる理由があんねん。おそらくあの誘拐事件のところで起こったことが全ての元凶なんですけど、それが何かっていうのが、次わかるのかな。まあ、めちゃくちゃ楽しみではあるけど、OK。じゃあ次回行きましょう。